こんにちは、にぐです。本日も仕込みをしていきたいと思います。こちらはね、熟成しているヒラメでございます。もうちょっとね置いておきますかね。さて今回はですね、タイトルはみんな大好きエビってことでね、エビってことでね、何が違うのっていう感じにねしといたんですけどもね、こちらもね今熟成しておりますすだちぶりでございますね。これで1週間ぐらいですかね。だいぶ水分抜けてきたんで、まあまだまだいけるかなといったところなんですけどね。いらしていただきありがとうございます。こちらがね熟成のすだちぶりでございます。でお次はですね、こっちでございますね。千葉の富津のこっちです。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。いらしていただきありがとうございます。おはようございます。ざますおはようございます。いらしていただきありがとうございます。こちらね、コチをね、さばいております。よいしょ。まあ今日はね、エビのお話ってことでタイトルね、しといたんですけれどもね。まあエビってやつがですね、まあよくね、お寿司で使われますけれども、実はね、大きく分けるとね、2種類エビがいるんですよね。2種類にまあ分けられるって感じなんですけども、よいしょよいしょと、まあエビってね想像していただくとね、よいしょ、おっとっとっと、危ない危ないいろんなねエビがいると思うんですけども、よいしょ、まあ人気のとこだとね伊勢エビとかね、高級エビですよね。伊勢エビとか、まあその辺にねいてよく問題になってるねアメリカザリガニとかもそうですしね。よいしょ。まああとはお寿司といえばね、甘エビとかいうね、甘くて美味しい甘エビとかもいますしね、ボタンエビとか、まあいろいろいるわけなんですけれども、まあ今のでね大きく分けて2種類のうちのねどっちも出てるわけなんですけども、よっこしょ。まああれなんですよね、歩くエビと泳ぐエビっていうね2つのね、よしと分類がねできるわけなんですよね。よいしょ。まあ伊勢エビとかのねああいうがっしりしたやつね、ああいうやつらはね歩くエビなので、よいしょ、まあよくね岩場とかをねテクテクしてると思うんですけれども、そういう歩くエビと、まあ甘エビとかみたいにね、普段ねいつも泳いでるエビってやつがねいるんですよね。そこにね分けられてますね。あらだす、初見です。ありがとうございます。いらしていただきありがとうございます。いつもね寿司屋の仕込みしてますんで、よかったらぜひでございます。ありがとうございます。今日は綺麗で昨日みたいになってないですありがとうございます昨晩は失礼いたしました。なんか Wi-Fi が調子悪かったみたいですね。すいません、失礼いたしました。よいしょ。まあ治ってよかったですこっちでございます。よいしょ。質問いいですか。どうぞどうぞお気軽にねいただけたらと思いますね。お次はね、こちらイサキをねさばいてまいりますね。よいしょ。今日は長崎のイサキですかね。よいしょ。だいぶねまん丸くなってきておりますね。よいしょ。まあエビもね、その漢字ごとにね、さっきの、まあ、タイトルにはね漢字が2つ書いてあると思うんですけれども、よいしょ。まあ普通のと言いますかね、2文字のね海でねオイルっていうねエビの方がですね、よいしょ、あれがまあね実はね、よいしょ、まあ歩くエビの方を指しておりましてね、よいしょ、伊勢エビとか、よいしょね、ロブスターとかね、アメリカザリガニとかいう時はそっちのエビなんですよね。まあ今はあれですけどね、ほとんど大体そっちの簡単なエビを使っておりまして、まあ寿司エビっていった場合は大体泳ぐ方のエビなんですけど、まあそっちの字を使っちゃってるんでね、まあ今はほとんど使われてない意味って感じはあると思うんですけれどもね。よいしょ。お、あらだす。おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。天気はどうですか？天気はもうこちらはまあ千葉ですけどもね。今日はかなりいい天気って感じですね。はい、良かったです。お、あらだす。ブリの切り身を昨日買ったんですが、おお、中からアニサキスではない長くて赤い寄生虫が出てきました。取り除いたのですが、ブリは食べて大丈夫ですか？ああ、はい、大丈夫ですよ。はい、その長いやつは、まあ人間にはね、特に害をね、及ぼさない寄生虫でございますので、まあブリにはね、よくいるやつなんですよね。まあ人間でいうと、サナダムシ的な感じの、ああいう長い系のやつですね。はい、取ってしまえば特に問題はないですし、まあなんならその寄生虫別に食べても特に問題はないですね。まあ気持ち悪いってだけですね。あ、気持ち悪くなるって意味じゃなくて、普通に気持ちが悪いだけですね。はい、大丈夫です。はい、食べても問題ありません。よいしょ。まあ実際、なんていうんですかね、回転寿司屋さんとかみたいにちょっとね、仕込みに手間をかけられないとことかだと、ああいうブリの寄生虫とかもあら汁にバンバン入れちゃってたりとか普通にしますね。よいしょ。よいしょ。某回転寿司でその寄生虫をなんか麺みたいにね、すすって食べてる女性とかいらっしゃって、ちょっと自分はおおすげえなーと思いましたことは結構昔ありましたね。よいしょ。こちらイサキですね。塩振りました。よいしょ。置いておきます。よいしょと。お、あれだす。雨だと集客に影響出そうですね。そうですね。まあ昨日ははい、ありがたいことに雨結構降ってましたけど、そうですね、3名様ですかね、いらっしゃっていただけたので、まあ何よりといったところなんですけども、先週の平日とかはもうねもうズタボロでしたね。今日誰も来ないみたいな感じでしたんでね。はい。まあ。そんなもんもありますかね。よいしょ。お、あれです。サンマにも多いですね。あ、そうなんですね。サンマにも入ってますか。まあサンマはね、最近はまあ今話題のアニサキスがねいっぱい入ってるんで、よいしょ。まあこちらアマダイですね。こいつはちょっと置いときますかね。まあそれなんでね、まあうちもそうなんですけども、サンマのね生食はやめちゃったんですよね。もうちょっとねサンマは危険度が高すぎてもう無理だなってで、まあうちはもう塩焼きしかやらないよって感じにしたんですけどね。よいしょ。こちらがつむぶりでございますね。つむぶりどうしようかな、ちょっとやっとこうかな。よいしょ。こちらもね1週間熟成のつむぶりでございます。まあブリに似た細長いやつなんですけどね。よいしょ。まあ種類的にはブリというよりもブリもどきに近い方ですね。よいしょって言ってたらブリもどき知らないみたいな感じがね先日言われたんですけどね。はいブリもどきはなんかもっとブリっぽいんですけど、なんか線がねこっち側にビーって入ってるんですよね。しましまなんですよね。シマウマ的なやつです。よいしょ。お、あれです。安心しました。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ね、結構ねなんかツイッターとかだとなんかご情報じゃないですけどね、みんな適当なこと言いますからねなんか気になることあればね、はい、自分は寿司屋で水産学部も出てますんで、ぜひね聞いていただけたらと思います。まあ分かんないとか分かんないですけどね、はいよいしょ、よっこいしょと。お、あらす、こんにちは、こんにちは、いらしていただきありがとうございます。よいしょ、今ねつむぶりさばいております。お、こんにちはこんにちは、いらしていただきありがとうございます。よいしょ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 。だいぶね1週間熟成させたのでね、結構皮がねパリパリでございますね。若干やっぱ水分多いかなって感じですね。今週までですかね。よいしょよいしょと。でまあエビのねその難しい字の方がですね、まあいわゆるね有名なっていうかメジャーな方で、まあ、メジャーもどっちもメジャーなんですけど、まあ甘エビとかねボタンとかね、ボタンはあれかなボタンはどっちだろう甘エビとかね、そういう、まあ、うちの寿司エビでも使ってるアルゼンチンの赤エビとかね、あとは車エビとかもそうですよね。あの辺がね、よいしょ、泳ぐエビのね代表格なのでね、よいしょ、まあそれでねエビがね分類されるんでね、まああんまりね食べる時にそんなに気にしたりはしないと思いますけどね。いや、よいしょ、ちょっと変なとこ入っちゃったお、あれです、注文入ってから切り付けするんですか。あ、そうですね、夜とかのはそうですね、ディナーは基本そうですね。よいしょ、ランチの時は一人でやってますし、よいしょ、まあ回んないとあれなんで切り付けしちゃっておりますけれどもね、はい、やっぱりお寿司は切り付けたての方がね、よいしょ、美味しいですね。そのまあ状態が変わらないっていうのが正しいですかね、言い方としてはね。まあ切る時にいろんな情報を見ながらね、魚の情報をねこう見ながら、こいつはこう切った方が美味しいなって言って切ってまあやるので、それがね何十分とか経つとまあだんだん変わってくるわけですよね。ドリップ出たりとかね、そうなってしまいますので、やっぱり切りつけたてのそのままのねところでやった方が美味しいよっていうのはありますかね。よいしょ、つむぶりはね切りつけじゃなかった皮付きにしときますかね。よいしょ。お、あれです、両刃包丁なんですね。そうですね、自分はねこの牛刀を使ってますね。よいしょ、モリブデンバナジウムのねまあ合金でございまして、結構切れ味も良くて、まあ一番気に入ってるのはしなるところなんですよね。結構ね、まあ、柔らかさがあるのでしなるのでね、こう魚の身にね沿ってねさばけるっていうのがね結構利点でございまして、気に入って使っております。もう十何年使ってますかねよいしょ、17、8ぐらい使ってるかもしれないですね。お、ありがとうございます、美味しそうですね、ありがとうございます勉強になります、ありがとうございます。そしたら次持ってきますかね。あ、そっか。お、あれです。包丁さばきが美しいですね。ありがとうございます。そう言っていただけて何よりでございます。こちらもイサキでございますね。よいしょ。2匹目ですね。よいしょ。水分が抜けたんでね、ちょっとペーパーがね、くっついちゃってますね。よいしょ。お、あれです。およくになるければありがとうございます早速周り使わせてもらいますいえいえいえね、もうまあ昔の意味なんでしょうけどね、はい、一応ね本来はねそういう意味がありまして、漢字をね使い分けてたんですよね。よし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 。まあ自分はねエビ科にアレルギーなんでね食えないんですけどね頑張ってね仕込んでおりますね、いつもね。よいしょ。まあエビとかカニとかね、イカとかですね、よくね痒くなるとかね言ったりすると思うんですけど、まああれはですね、うなぎと同じね毒が入ってるんですよね。エビとかカニとかイカ関係ですね。よいしょ。まあこれはね加熱しちゃうと大丈夫になる毒なんで、よいしょ。まあ特にねあんまり言われないんですけどね。よいしょ。まあ血が毒なんですよね。エビとかカニとかうなぎとかね。よいしょ。まあ昔ね理科とかで習ったかと思うんですけれども、エビカニとかイカワとかは血管がないんですよね。まあないって言うと若干語弊があるかもしれないですけど、まあ、血管系が発達してなくてですね、よいしょ、血がねこう細胞の中をねじんわりこうね広がっていくスタイルなんですよね。専門用語だと開放血管系って言いましたかね、確かね。はい、それなんでまあ血がねそんなに生の状態でいっぱい摂取されるということがないので、まあ毒なんですけど、まあなんか痒くなるぐらいだよとかそういう感じなんですよね。まあうなぎの場合はねちゃんと血管で血が通っておりますので、まあそれをね結構いっぱい食べちゃうとねその毒に当たっちゃうよっていうのがあるわけなので、加熱して食べるってことなんですよね。よいしょ。お、あれです。もう一つすいません。いえ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 。お、うなぎをたまに釣ってくるんですが、おお、すごいですね。調理するまで水を張ったバケツの中に入れておくのですが、気づいたら死んでたりするのですが、あら、そうなんですね。1日くらいは大丈夫でしょうか。そうですね。うなぎは結構強いんで、なかなか死なないんですけれども、あ、死んじゃいますかね。全然大丈夫だと思うんですけど、まあ、死んじゃってるのであれば、そうですね。まあ酸欠っていう可能性は低いと思うので、まあおそらく温度が上がっちゃって死んじゃってるとかじゃないですかね。よいしょ。まあ蓋とかザルとかかぶせて逃げないようにして、ちょっとね水を出してジョローって流水みたいな感じにして、まあなんか水出しても平気なとこに置いとくっていう感じにしといてあげれば、そう簡単には死なないと思いますけどね。はい、うなぎはもう魚じゃないってぐらい強い魚なんで、なかなか死なないのでね。よいしょ。まあおそらく温度で死んじゃってるのかなと思いますけどね。よいしょ。イサキ炙っていきまーす。お、こんにちは、こんにちは。いらしていただきありがとうございます。まあね、イサキね炙っております。よいしょ。お、あれです。骨抜きすぐダメになるんですが、おすすめのものはありますか？そうですね。骨抜きはですね、まあ自分が使ってるこの関西型の骨抜き結構使いやすいですよ。まあ自分がちょうど市場に行ってる道具屋さんで普通に売ってるやつなんですけど、まあ関西型は力が入りやすくて骨つまみやすいんで、ダメになっちゃうとなると、もしかしたらちょっとランクが安すぎるのかもしれないですね。よいしょ。安い骨抜きとかはその噛み合わせが最初から良くないとか結構あるので、よいしょ。まあ100円のものとかですとね、最初からねすでに噛んでないみたいなことがあったりするのでよいしょ。ちょっとね、まあもうちょっといいやつを買った方がいいかもしれないね。イサキでございました。ちょっとお値段、買われてるお値段分かんないんであれなんですけど、まあ道具屋さんとかで買われるとちゃんとした道具の方にねお金を振ってるのが買えると思いますんで、結構一般的なものを買ったりしますとね、その錆びないとか、おっとっと、よいしょ、ね、使いやすいとかそういうのにねかけてるとこが多いのでね。お、100均です。あ、そうなんですね。100均はそうですね。100均は、はい、そうなんですよ。最初から噛んでないやつとかいっぱいあります。100均はおすすめしないですね。市場の道具屋さんですとか、まあ、ネットで買っていただいてもね、いいですけどね。よいしょ。これも置いときます。よいしょ。お、あれです。お、うなぎ釣ります。お、そうなんですね。いいですね。ちょろちょろ流水してます。ですよね。ちょろちょろ流水してると結構ね、知らないと思うんですけどね。あいつら湿ってればいいんで。はい。お、死んじゃったうなぎ食べても大丈夫でしょうか。そうですね。死んじゃったタイミングによるんですよね。死んじゃってすぐ冷凍したとかだったら問題、冷蔵したとかだったら問題ないんですけど、死んでちょっと置いといたってなっちゃうと、もうね、劣化しちゃってるかもしれないんで、まあどうしても食べたい場合はちょっとやってみてですかね。やってみてこれ大丈夫かなってやりながらですね、死んですぐで冷やしてあげたんだったら大丈夫だと思います。はい。お、あれです。うまそうなイサキ、ありがとうございますね。やっぱね、イサキの時期なんでね、だいぶでうまそうになってきましたね。こちらエボダイでございますね。よいしょ。お、流水していますそうですね、ぜひぜひやってみてくださいませ。よいしょ。おやはりそうですかねいや、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。よいしょ。お、あれです。まあ一番いいのは鍛冶屋さんで買うことだけど、ちょっと高い鍛冶屋さんのはまあいいのは間違いないんですけど、高すぎませんかね、あれね骨抜きで、まあ、確かにね、いいよね、こうよく抜けたら嬉しいですけど、いや高すぎんだろうってちょっと思いますけどね。はい。なんか最近はね、ペンチ型のやつとかも出たりしてね、自分もペンチ型骨抜き買ってみたりしたんですけど、まあ抜きやすいは抜きやすいんですけど、あれですよね、この動きに慣れないみたいな感じがかなりありますね。骨抜きのこういう掴むのに慣れてるんで、いきなりペンチ型になられてもその動きが全然慣れないんで、まあ抜きやすいんでしょうけど、仕事はやりづらいっていうことになりましたね。はいなのでちょっとお高いペンチ型も買ってみたんですけど、自分は結局使わなくなりましたね。はいこのまあ何百円ぐらいですけど、まあ市場で買うとそんな高くないんですけどね、こっちの関西型の骨抜きもね。まあ一応似たようなのを見つけて概要欄にはね貼ってありますけれども、まあお近くの市場とかに出向かれると、多分ね道具屋さん的なものがあると思うんで、そういうとこでね見繕っていただいてもいいんじゃないでしょうか。100均のはねイライラして抜けないだけなので使わない方がいいと思います。よいしょ。まああとは自分で削るっていうパターンもありますけどね、金やすりとかを持ってきて、こう光に透かしながらこっち側が引っかかってんなとか言って撫でてあげて、まあ一応ねやすり爪切りとかそういう職人さんたちもそうやってね合わせてるらしいんでそうやって楽しむという方法も一応あるにはありますね。よいしょ。よいしょ。エボダイでございました。お、あれです。お、素人は100均で十分ですまあそうなんですけどね、ただ別に道具屋さんで買うにもそんなに高いもんじゃないんで、はい、抜けなくてイライラするよりは100いくらとかで買えるんで、全然そっちの方がいいかなとは自分は思いますけどもね。はい。よいしょ。こちらがね京都のサワラでございます。よいしょ。サワラね結構ね最近だいぶ落ち着いてますけどもね。こいつ結構ね京都のやつまあそれなりにね良さげだったんでね、今回ね買ってきましたね。よいしょと。よいしょと。お、あれです。エボダイの皮引きは難しいですか。エボダイはね皮薄いですからね、まあどうしても剥きたいんであればあれかもしれないですね。手で普通になんかピューッと剥けそうな気はするんですけれども、まあうちだともう皮取らないで炙っちゃいますね。はい、炙って皮ごと食べるみたいな感じでやってます。まあね皮薄い系は結構逆に皮ごと食べちゃった方が美味しかったりする場合が多いんで、まあそれもねおすすめはしてますけどね。まあ、エボ台自体なかなか入んないですけどね。よいしょと。ぽいっと。お、あれです。こんにちは。こんにちは。いらしていただき、ありがとうございます。お、魚さばきて。魚ね、いいですよね。最近でも結構市場とかも一般の方もよく来てるんで、いらしてるんでね、市場とかでね、安めのやつとかを買ってくるっていうのもいいんじゃないでしょうかね。まあお財布にもね優しかったりしますね。今だとカツオとかね、ブリとかまだ安かったりしますからね。よいしょと、よいしょと。お、あれです。包丁付近で何回も拭くのはなぜですか？魚の身とか油とかがついてるとくっついちゃったりとかして切りづらくなるんですよね。よいしょ。切れ味ってよくこの刃のねところのだけの切れ味だと思ってる方が多いんですけど、切れ味っていうのは刃がね動くかどうかっていうのにも結構ね関連しておりまして、包丁がくっついちゃうとね、要するに動かなくなっちゃうので、包丁は動いた時にね身が切れていくので、動かなくなっても切れなくなっちゃうんで、そういうのを防止したりとか、あとは鱗とかね、そういうのが残ってたりする場合があるので、そういうのをきれいにするっていう意味合いもありますね。よいしょ。お、あれです。全ての魚は血抜きと湿気締めやってますか？ああ、うちはやってない方が多いですかね。はい。よいしょ。あんまりね血ガンガン抜きすぎるとね、置いてあげた後のねポテンシャルが出てこなくなっちゃうんですよね。イサキでした。まあ、魚をねあんまり扱えない方は血抜きとか神経締めとかいろいろやった方がいいと思うんですけれども、扱えるようになってくるとね、結構ねこう旨味を出そうとしてもやっぱり血がね結構抜きすぎちゃってると旨味が出てこないってことにもなりますので、うちでは逆にのじめでもね普通に大歓迎というかね、まあ使い方が違うっていうのが表現ですかね。神経締めとかにすると、まあ、長く持つようになったりですとか、上品になるとかね、そういういろいろねあるので、仕込み方使い方が違うっていうのが、まあ、表現としては正しいかもしれませんね。よいしょ。もう一発触らすね。お、あれです。はじめまして、はじめまして、いらしていただきありがとうございます。同じバーナー使ってます。あ、そうなんですね。これ使いやすいですよね。よいしょ。いろんなね、ガス使えるのがやっぱいいですよね。純正品使ってくださいって書いてありますけどね。よいしょ。お、あれです。お、あ、そうなんですね。頑張ってください。よいしょ。お、あらす、血抜きすぎなんてあるんですか？あ、そうですね。まあ基本的によいしょ、自分はそうあれですね、その血がね何ですか、身にぶっ飛んじゃうとあれさすがにあれですけど、そのぶっ飛ばない程度ですよね。身に血が入ってないよっていうぐらいで全然いいと思ってますね。よいしょ。まあよくソーセージとかでもあるんですけど、血のソーセージとかありますよね。血っていうのは確かに香りとかも強くて水分もあって、まあ衛生的にもね、よいしょ、良くないっちゃ良くないところもあるんですけれども、同時にうまみ成分とかも入っておりますので、よいしょ、完全に血を抜いてしまうとかっていうことになると、そのうまみ成分をね全部捨てちゃうってことになるわけなんですよね。よいしょ。まあ、なのでちゃんと魚が使えるようになれば、そのうまみ成分もね、血の中のうまみもうまいこと使ってあげて料理してあげた方が、まあうまみの最大値的なものはね上がるっていう、そういう考え方ですね。はい。よいしょ。まあそれに神経締めとかにガンガンもうバッチリしてありますよみたいな魚ですと、今度はね美味しくなるのがね1週間後に美味しくなりますみたいな感じになっちゃうんですよね。食べ頃は1週間後ですねってなっちゃうんで、今日明日使いたいのに1週間後に一番美味しいですっていう魚をね今日明日使っちゃうともったいないですもんね。それなんで、あ、これは今日のお魚じゃないなみたいな感じでなかなか買えないっていうのはありますね。よいしょ。お、ありがとうございます。勉強になります。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。勉強になる。めっちゃ勉強になってる。ありがとうございます。よかったです。よいしょ。お、ありがとうございます。すき引きとばら引きの使い分けってなんですか？ばら引きってなんだろう。あれですか？鱗引きで引くってことですかね。うちはね、すき引きはやんないんですよね。自分はすき引きはやりませんね。はい。まあなんか別にそこまですき引きのがなんかいいかなっていうのがあんまりわかんないんですよね。あんまりわかんないですし、まあ自分がね、すき引きあんまやらないんで下手っぴだっていうのもありますけど、よくね、見切っちゃったりするんで、鱗引こうと思って見切っちゃうとかわけわかんないからもうやらんみたいな感じがあったりしますね。はい。あんまりすき引きの良さ分かってないです。よいしょ。お、あれです。熟成って歌っているのは血抜きしてるやつですか？あと、うちのやつですか？今やってたやつですかね。今やってるやつは血抜きしてるやつもしてないやつもありますね。多分ヒラメとかはまあ軽くしか抜いてないと思いますし、つむぶりもそうですね、軽くだと思いますね。よいしょ。そしたらば、そろそろご飯が炊けてきちゃいますね。お、あれです。まな板、周囲の設備とか置き方とかいろいろあると思うんですが、ペーパーなど日用品の置き方とかこだわりはありますか？ああ、そうですね。まあ使いやすいように置こうかなって感じで、自分はこの前にね、ここに棚がありますんで、棚になんかこう下になんていうんですか、ぶら下がる感じでペーパー置いてありますね。ここに置いてあるんですけどね、ペーパー。はい。まあ下に置いとくと濡れますんでね、上あたりがいいかなと思ってますね。お、あれです。この間2日くらいのアジを6日放置してしまったけど臭くなかったから食ってみたらうまかった。そうですね。まあアジもそうですね。いけて1週間ぐらいかなって感じですね。まあ加熱するんだったらもうちょいいけると思いますけどね。はい。まあアジとかは香りが変わるのが早いんで、まあもし置いとく場合はラップするのが推奨なんですけど、ただラップすると水分が抜けにくくなって、その品質劣化を招きやすくなるので、まあそのバランスが難しいとこですかね。よいしょ。サワラ炙っていきますかね。よいしょ。お、あれです。また来ました。ありがとうございます。今日は何サボ君？何を今日はサボ君？こちらはですね、今日今サワラ炙ってますね。今日は京都のね、サワラでございます。まあちょうどね、いらしていただいたとこ申し訳ないですけど、そろそろご飯が炊けますのでね、これ炙ったら一旦終わりにしようかなっていう感じでございます。申し訳ございません。よいしょ。お、あれです。アジ半年前の普通に食べてる。そうなんですか。どうやって置いてるんですかね。それはちょっとね、気になりますね。どうやって置いてるんでしょうか。よいしょ。ぜひね、お聞かせ願いたいとこですね。お、あれです。なるほど。動画を通して必要なものがスムーズに出てきてしまって、動線がかなり最適化されているんだなって思い出して質問しました。ありがとうございます。いえいえ、ちょうどね、この辺に置いてあるんで、まあ、手元にはね、まとめてありますね。はい。まあ、いろいろ試行錯誤してですね、なんか立ってるのとかも、立たせとくのとか使ったりしたんですけど、やっぱり今上にね、よいしょ。棚の下にかけるのが一番使いやすいかなと思ってそれ使ってます。サワラでございました。よいしょと、よいしょ。お、あれです。このサワラ炙りクソうめんで。そうですね、うまいっすね。やっぱ水分も抜けますしね、うまみが強くなってね、最高っすよね。お、黒いの蒸し黒いの炙ってね、焦げたんで、焦げ目のやつですね。大丈夫です。お、サワラいいね。釣れたことない。なんかサワラね、釣るの難しそうですよね。知り合いの漁師さんはトローリングじゃないですけど、引っ張って釣ったりしてますね。お、あれです。すうつの見てみたいです。ありがとうございます。じゃあ、機会があれば。お、あれです。あら、ありがとうございます。あら。あ、スパちゃん、ありがとうございます。チャブマルミニさん、ありがとうございます。美味しくいただいてください。失礼します。いや、ありがとうございます。とっても嬉しいです。ありがとうございます。それでは、ちょっとちょうどね、もうお米炊けちゃったんで、申し訳ございませんが、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。よろしければ他の動画とかも見ていただけたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。コメントもたくさんありがとうございます。またご都合があればぜひよろしくお願いいたします。では失礼いたします。